はい、皆さんこんにちは。朝薙コンサルティングの司法書士の岡山麻里乃でございます。今日はですね、久しぶりにですね、私の YouTube チャンネルのなんかこう分析みたいなのをしてみたんですけれども、それがですね、少し面白かったので皆さんに紹介したいというふうに思っております。で、以前ですね、 YouTube の分析をした時はですね、確かに男女比がですね、男98、女2とかだったんですね。で、年齢層も比較的でもう偏っていて、40代男性みたいな感じでね、そこでにだけしかもう見ていただけてなくてですね、まあ、どうしたらいろんな人に見てもらえるかっていうことを皆さんにアドバイスを求めたことが実は昔ありまして、で、まあ、いろんなねアドバイスをもらって、大きくですね変わったので今日は紹介したいというふうに思っております。で、こうユーザー分析でね、YouTube の欄で見れるんですけど、男女比がですね、男90に女8ということで、なんとですね、以前は、98% だったので、女性の方にもね、よく見ていただけるようになったと、女性の方が 6% 増えたというような結果になりました。私としてはですね、あんまりですね、女性に見られるような感じではなかったので、女性の方からいつも見てますと言われるとですね、すごく、なんかね、すごく嬉しい気持ちになります。ありがとうございます。で、そう、たまにね、ライブでも女性の方が遊びに来てくれるので、すごくね、嬉しいです。私は結構ね、なんか見た目とか、 なんかこう雰囲気的にも結構女性の敵を作りやすいタイプなので、女性に応援されるっていうのはすごく、嬉しいなというふうに思っております、率直に。で、年齢がですね、これがすごいんです。年齢がですね、18歳から24歳ですね、がなんと 18% も見てくださっております。で、25から34歳の方が 23%で、35から44歳、23、45から54歳が 20% ということで、綺麗にですね、多くの層に見ていただけるようになりました。以前はですね、35からこの54でもう 80% を占めていたので、これはね、すごく嬉しいなというふうに思っております。たくさんの人に見ていただけるってすごく嬉しいですよね。で、多分、まあ、何が一番原因かっていうのは、まあ、いろいろあるんですけど、その NHK から国民を守る党が公の政党になって、たくさんの、ね、人に認知されて、例えば小学生とか中学生とかに認知されて、で、そういう方がね、流れて見てきてくださるのかなっていうような、もちろんこともありますし、まあ、あとはですね、私比較的そのインスタグラムとか友達とかと、まあ、遊んでる時とかは、どちらかというとこのもう18から34の層にね、近いというか、まあ、私自身が26歳なのでね、近いやっぱ人とかとの、まあ、なんていうんですか、いわゆるそのこの前挙げたエンリケさんとのキャバクラとか、青汁王子とか、そういうののものをインスタグラムとかの方にもアップしてるので、そういう方々とかね、そういう夜の業界とか比較的なんていうか、選挙とは全く無縁の縁がありませんみたいなね、層とかにも結構見てもらっていたような感じがしております。私の友達もね、選挙なんか全く行ったことないよみたいなね、友達が結構いますけど、そういう方とかにやっぱ見ていただけて、興味を持っていただくっていうのはね、ことには非常に意味の、あることですので、これだけね、分かれていただけると私としては発信の違いがあるなというふうに思っております。で、その検索ワードがね、見れるんですけれども、検索ワードがもう意外すぎてですね、まあ、この1位から5位まで書いたんですけれども、2位が海王マリノ、漢字で海王マリノですね。で、3位が NHK から国民を守ると、4位が朝薙コンサルティング、5位が海王マリノひらがなバージョンということでね、ここまではまあ分かるんですけれども、1位がですね、皆さん何だと思いますか？これはですね、私もですね、非常に驚いております。1位がですね、これが立花彼女とかそんなんじゃないんですよ。とか、あとなんか退職代行とか司法書士とかじゃないんですよね。1位がですね、これがなんとですね、こうちょっとここに書いていきます。これでも字が小さすぎて読めないかな。なんと捨てハゲさんなんです。もう捨てハゲさん捨てハゲという検索で、ここ数日の話ですけどね、もちろん私のところに流れ着いてくださっているという方、いうね、非常に、捨て上げさんどうもありがとうございます。なんか捨て上げさんの動画はですね、いわゆる数字が取れるというんですかね、わかんないですけれども、確か捨て上げさんが中央大学から停学処分を受けて、それに対する不服申し立てを弁護士に電話してみたみたいな
確か動画が作られていて、その弁護士さんがその電話の中で書類の作成だったら司法書士さんに頼んでくださいみたいなことをおっしゃられたんですね。で私は司法書士なので、捨て上げさんやりますよどうですかっていう動画を、作ったんですね。でそれがその1本だけです、多分捨て上げさんの名前出した動画は。でそれが多分かなり見ていただいてですね、いわゆるステチルさんという方にも見ていただいて、こんな感じになりました。あ、だからそうか、ごめんなさい、じゃあ18、この殺そうってステチルさんなんですかねこれなんか私青汁王子とかエンリケさんとこ行ってて、結構層が違う層とかにリーチされたのかなって思ったんですけど、ごめんなさい、勘違いかもしれないです。もしかしたらステチルさんでもこんな分かれるちょっとごめんなさい、分かんないですけど、私もですね、捨て上げさんの動画いつもですねすごく、楽しくですね見させていただいてます。もともとですね YouTube ライブとかで、まあ、お酒飲みながら私の視聴してくださってる方々とですね、雑談していたんですけれども、その時にね、捨て上げさん知ってますかっていうことで視聴者の方が教えてくださって、それで見たんですけれども、そこがですねすごくハマっていて、で、まあ、捨て上げさんのね、とか、まあ、有名 YouTuber の中で司法書士ってワードが出ることがまずないものですから、まあ、それで嬉しくてね、動画作っただけなんですけれども、検索ワード1位になるぐらいね、捨て上げさんの影響力が強いなというふうに思いました。ということで、捨て上げさん何か、機会があったらですね、ぜひ、私にもね、醤油を作らせてくださいという。で、まあ、なんかね、機会があれば、ぜひね、よろしくお願いいたします。はい。ということで、なんか捨て上げさんへのアピールみたいになっちゃいましたけど、捨て上げさんのおかげかもしれません。こうやってね、たくさんの方に見ていただいて本当に、嬉しく思います。で、女性の方もね 8% 見ていただいているので、なんかね発信してほしいことあれば発信したいなと思います。女性だとなんかこうメイクとかが多分伸びるのかな、わかんないんですけど、私のメイクは多分誰も興味ないと思うので、やる意味あるのかわかんないですけど、もしね希望があればもちろんやりますんで、女性の、ね、方にぜひね見ていただけるような動画もね、何かありましたら、コメント書いてください。基本的に、ね、毎日 YouTube 作ってるんで、コメントくださればね、その動画ほとんど、ね、作ろうと思います。よっぽど意味ないなって思わない限りは。なのでね、ぜひ、皆さんね、どうか私にもね、なんかこうやったらこういう動画作ってくれみたいなね、出してくれたら嬉しく思います。ということで、スタイルさんどうもありがとうございます。またね、見ていただいてるかわかんないですけど、なんか機会があればお願いします。はい、ということで皆さんまた動画更新したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。